です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 。皆さんおはようございます。どうもドラヘイです。皆さん儲かってますか？今日はね、ライブ収録をしながらね、お話ししていきたいと思います。今日の配信環境はね、USB-C のイヤホンジャックから普通のイヤホンジャックに変換して、マイク付きのイヤホンジャックよりお送りしております。結構ね、携帯を手に持たなくていいので楽に音声が聞き取れるかなと思うんですけど、その代わりね、音が大きすぎたりするのかなっていう風なのが心配なので、もしね、気になる方がいらっしゃったら教えてください。皆さん、祝日いかがお過ごしですか？お墓参り行ってる方もいるんじゃないですか？今日はね、僕はね、祝日普通に楽しんでると思ってるんですけど、なかなかね、そんな祝日にはならなくて、結構気分が落ち着かないっていう状況になっております。今日の予定としては特に何もなくて、なんかね、うまいこと気分を過ごせたらいいなと思ってライブ配信をしてるんですけど、皆さんはね、お墓参り行きましたか？お墓参りするとね、いいっていうのはよくわかるんですけど、なかなかそうも言ってる、入れられなくて、ちょっとね、困ったりする方もいると思うんですけど、少しはね、なんかやっていきたいなとは思うんですけど、なかなかうまくいかなくてね、ライブ配信をまた今日もしていきたいと思っております。本当はね、何か趣味とか見つけられたらいいんですけど、なかなかそういった趣味は見つからなくて、ちょっとね、どうしていったらいいかなっていうふうに思っております。んですけど、あれ？ちょっと待ってください。なんか、ゲーミングチェアの椅子の様子がおかしいですね。取っ手がちょっと壊れてる感じがします。取っ手っていうか、こんなガタガタやったっけな？腕の部分。まあ、なければないでいいんですけど、そんな取っ手使わないですし。でもね、なんか買ってそれなりの値段したもんなので、うまくいかないとちょっと嫌だなと思うんですけど、あれこんなグラグラやったかな？ちゃんとネジで止めてあるはずですし、でも横ゆこんなガタガタやったかな。まあね、なければないでね、外して使えばいいんでと思います。ちょっとね、話題が散ってしまったんですけど、皆さんはね、何か買い物とか、そろそろ季節の変わり目で寒くなってきますし、なんかお買い物とかしてますかね。お買い物といえばね、まあ秋なんで団子を食べたいなっていうのはあるんですけど、僕の地域にね、夢助団子っていうのがありまして、結構美味しい団子屋さんなんですけど、それがね、しばらく食べてないので食べたいなと思ったりしてるんです。気になるな。こんなゆるゆるやったかな。でもちゃんとネジで締めてあるしな。まあね、いいでしょう。そしてね、まあ秋といえばね、なんか高原に行って毎年、こう僕らの地域はね、あのアルプス音楽祭っていうのがあるんですけど、こちらの方にはね、なかなか出展していなくて、出展っていうか今年、去年おととしとね、あんまりやれてないのでね、ちょっと残念だなぁと思うんですけど、
なんかね、そういったイベントもないのでね、なんか気分転換がうまくいかないのかなと思ったりしてます。祝日歩いたりしてるんですけど、やっぱそれでもモヤモヤした気持ちが取れなくて、なかなか辛いなと思ってるんですけど。もしね、なんかいいことがあるんだったら教えていただきたいんですけど。皆さんはね、なんか知ってることはありますか？日々ね、気になってることを発信していきたいんですけど、そうそううまくいかないもんですし、どうしてこんなに落ち込んだ気分がずっと続くのかな。今度医者行った時に相談してみるのが一番なんでしょうけど、なかなかね、この気分から変わらないっていうのは仕事にも影響出ますし、どうして行ったらいいのかなっていうふうに思っております。それではね、今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。またね、別のライブでお会いできればいいと思っております。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。